M8 ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。今日は、はい、こちら、うん、セルフヘルプ術、うん、Please Understand Me の INFJ、はい、前の動画の告知通り、うん、INFJ の紹介をさせていただきます、はい、INFJ、うん、4つの気質でいうと、うんうん、NF 型、うん、体調と一緒ですね。 NF 型、自己発見が生涯のテーマ、はい、というちょっと不思議な人、僕からすると現実は浮世離れした人なんですけども、うん、この INFJ、うん、文字通りありました、うん、スピリチュアルな人とあります、うん、人助けが生きがいとありましてですね、うんうん、INFJ はいつも可能性に目を向け、うん、価値観から判断して、うん、決定は簡単にできる人だ、うん、人類の幸福に貢献したいという、うん、大きな情熱を持っており、うん、人助けが生きがいである、うんうん、このタイプが、総人口のわずかに 1% しかいないっていうのは残念なことである、うん、人間味が深く、また自分自身が複雑なだけに、うん、複雑な問題や人々を理解し、うん、接することができるとあります、うん、強い直感力、霊感力、うん、INFJ は人類の過去、現在、うん、未来に対する洞察力を持っている、うん、超自然現象に対する感受性のも他のタイプよりも強いのが特徴、うん、人に共感できる能力を持っており、うん、ある人物の感情や意図が当人が意識するよりも先に分かってしまうことさえある。不思議ですね、うん、自分でもなぜか分かったかは説明できないが、うん、直感で他人の良い点や悪い点が見抜くことができ、うん、しかもその後で起こったことが、うん、直感が正しかったことが証明されることがよくある、うん、なんてあります、うん、で、真面目な努力家、うん、INFJ は、まあ、正式優秀で見せびらかすことなく豊かな創造性を発揮する、うん、勉強には真剣ながらも楽しんで取り組む、うん、完璧主義の性格が行き過ぎて課せられた仕事量以上の努力もしてしまうことがあるなんて書いてあります、うん、が、目に見えて引っ張っていくタイプではない、うんうん、と書いてありますね、うん、で、豊かで複雑な内面世界、うん、理解されにくいところがある、うん、それはまあ並外れて豊かな内面世界を持っているからで、うん、それを心の奥底にしまい込んでいる、うん、信頼を置く人以外には心を打ち明けないことが多い、うん、また人と自分とを同一する取り込みの能力を強く持っており、繊細な感受性のために簡単に人に傷つけられてしまうが、それはあまり社交的でないということに起因しているかもしれない、うんうん、このタイプを友人に持つ人は長年付き合っても知らなかった意外な面に驚かされることがある、うん、だがそれはその気まぐれっていうことではなくて、もともと出さないっていうところもあるし、もともとはその高潔な価値観を持っていて、うんうん、その複雑な性格は時として本人さえ分かっていない、うんうん、多分体調もそう、そんな感じですよね。まあ、体調とは違うタイプなんですけども、うん、自分自身もあまり自分のこと分かっていない。分かっていない、はい、で、この INFJ は生き生きとした想像力、うん、人を喜ばせることが好きで、どんな状況でもベストを尽くして努力する、うん、人と意見を一致させるように努め衝突を避けようとする、うんうん、これなんかちょっとエニアグラムで言うと、うん、そのタイプ6とか、うんうん、タイプ2とかですか。2も、まあ、タイプ9もそうですし、はい、他のタイプに比べて ESP 超感覚的知覚、はあ、ESP ってよく、まあ、昔よくありましたね。なんか超能力的な の能力を持っていることが多い、うん、記憶と直感の両方に対して生き生きとした想像力を持っており、この能力が非常に高い場合は神秘的に見られることがある、うん、なんてあります。4っぽいです。4、そうですね、うん、でそしてこの自由な想像力を駆使して音楽、うん、数学的システム、うん、詩、芝居、小説など複雑で美しい芸術を作り上げることができるのだ、うん、また全タイプの中で最も詩的詩的なところがあって、ちょうど ENFJ 型、また後日やりますが、うん、ENFJ 型が
リーダーシップを取らざるを得ないように、うん、この INFJ 型はもう直感を使わずにはいられない、うん、現在のシステムとか、うん、そういうのじゃない、うん、直感的なもの、自分が直感的なものを使わずにはいられない、うん、なのでその時にはその予言や幻覚、うん、予知みたいなことがイメージに現れることもある、うん、遠く離れた特定の相手との神秘的なコミュニケーションが取れる人もいる、うん、なんて書いてあります、うん、ララとアムロ、ララとアムロニュータイプ、うん、で向いてる職業としては、うん、1対1でできる職業、うん、あるいは作家とあります、うんうんうん、INFJ 型は職業では人と接する機会のある仕事を選ぶことが多い、うん、特に1対1、うん、例えばその一般的な開業医や精神病院、うんうん、あるいは臨床心理士とか、うんうん、あとは宗教活動にも興味があるが、この場合は外交的な役割も果たさなければならないので、うん、エネルギーを必要とする、うん、内向型だから、うんうん、で著述業を職業に選ぶことが多くて、そのイメージにあふれる言葉を使いこなす、うんうん、比喩を巧みに使うので、うん、会話でも文章でも優美で複雑な伝達ができる、うん、でも芸人さんとかでも多いかもしれないですね、うん、要はもう職業として自分のその言葉を巧みに操ってなんて、うんうん、でその素晴らしい言語能力は大抵の場合その個人に向けて発揮される、うん、何かコメントを書くときでもその特定の個人を思い浮かべて書くなんてことが書いてある、うんうん、で天性のカウンセラーと書いてあります、うんうん、その患者の無意識な観念と接触できる才能を持っているので、うん、優れたカウンセラーになれる、うんうん、その自分自身の無意識から出てくる観念に対しても敏感であり、うん、カウンセリングではその治療者として精神医学に取り組むか、その分野での教育指導に当たったり、うん、超重通作業、うん、まあ、書くことにも才能を見せる、うん、まあ、どれを選択しても INFJ の人柄、温かさ、うん、熱意、洞察力、うん、っていうのは成功を収めることになるだろうなんて書いてあります、うん、で、まあ、職場での気配りもできる、うん、プライベートだけでなく職場でも人間関係に細かく神経を使い、うん、除災なく働ける、うん、で単独で集中しなければならない仕事でも能力に長ける、うんうん、上辺だけでない交流ができるので人との触れ合いの中でも良い仕事ができるので、うん、なんか完璧ですねちょっとなんか欠点書いてよとかね思ってくるんですけど、うん、問題を解決することが好きで、うん、独特の人道主義的なやり方で人間関係を把握したり、うん、深めることができる、うん、人を雇う時でも雇われる時でも、うん、人の気持ちを気遣い、うん、組織内のグループや個人の感情の流れを読み取ることができる、うん、人の話をよく聞いて進んで相談に乗るなど、うん、協力を惜しまない、うん、そして一度決断がなされると、うん、その実現に向けて努力する、うん、でこのタイプは、うん、褒められるとやる気になるタイプ、うん、なのでその一般的にはその広報活動も得意、うん、職場の輪を大切にして職場が組織が快適でスムーズにいくように努力を惜しまない、うん、ただし過度の批判があると落ち込み簡単に傷ついてしまう一面もある、うん、なのでその自分が褒められて認められるとやる気が出るように人をやる気にさせる時にもこの賛辞を手段として使う、うんうん、もし敵意の対象になったり冷たい職場環境とか、うん、絶え間ない批判にされると自信を失い体調に、うん、崩してしまうことがあるな、うん、あとまあ現代社会ではちょっと生きづらいかもしれないですね。生きづらい、うん、なんかなんかこういう人が増えると生きやすくなる感じはします、ね、はい、なるほど。でも、うん、なんか最初に残念って書いてあったじゃないですか。残念ですね。このタイプの人が 1% しかいないのは残念みたいな、はい、要は人の心が、うんうん、見すぎてしまう、うんうん、分かりすぎてしまうためになんか余計なのを拾いそうですよね。なんか、うんうん、いやこっちは隠してるつもりでも、うん、隠れてない、うん、あからさまに分かったりする、うん、なんてことがあるとちょっとなんか生きづらいかもねなんて思ったりします、うんうん、で深くて長続きする熱愛タイプとあります、うんうんうん、プライベートでは、結婚相手に熱愛するが、うん、スキンシップには必ずしもいつもオープンにはなれないかもしれない。あ、熱愛、心は深いが、うんうん、そのスキンシップは特に、うんうんうん、なんでタイプかもしれませんと、うんうん、
重要視してないってことですね。そうですね、うん、なんで逆にこの重要視するタイプとはちょっと合わないかもしれないですね、うんうんうん、時には積極的に愛情表現をすることもあるが、うん、自分のムードと場合を選べたらと望んでいる、うんうん、なんでそのぐいぐい来られるのはちょっと苦手かもしれないですね、うんうん、外交型の配偶者にとっては分かりにくいタイプである、うんうん、そうですね、僕はそうかもしれない。心のつながりみたいなところですもんね多分。でなんかそのスキンシップと心のつながりがイコールの人もいるじゃないですか、うん、あ、それがないってことは嫌いなの、うんうん、って思うのも僕はちょっと分かったりするんですよね、うんうん、すいませんちょっと話が、はい、で、INFJ 型は時にはユーモラスだったり、うん、予期しない展開の多い微妙な愛情表現をする、うん、で家庭でも我が大切だと思うので、うん、そのために努力をしているが、うん、自分の精神衛生上良くない衝突の原因をどこかしらに見つけてしまうところがある、友達の輪は小さくても深い結びつきで長続きする、うん、親としての INFJ 型は子供を溺愛しがち、うん、で特に女性の INFJ は他のタイプには見られない心理的な支え合いというような結びつきをする、うん、この深い絆により子供にとっても母親にとっても不健康なものになり得る過度の依存癖が生じることもある、まあ、確かにその子育てにおいては、まあ、いろんな本ではちょっと厳しめの方がいいって書くところもありますよね。とか過保護は良くない、過保護の方がちょっとその問題や子どもの自立っていう面では言いますね、言いますよね、はい、ちょっと注意が必要かもしれない。なんでそのしつけには厳しい面が、しつけには厳しいが子どもと良い友達関係にはなれる、いつも家庭の温かさ、何よりも配偶者や子どもの安らぎ、肉体の健康、心の状態を気にかけているのがこのタイプだなんてあります。なんでその辺はちょっと注意が、あの自立っていう面では、そうなんでその仲いい友達にはなるかもしれないが、それはなんかその共依存的なのを生むかもしれない、生むかもしれない、はい、偉そうにすいませんどうしてもこの感情は湧き上がってくる、はい、まあでも本が言ってることですからね。あ、まあそうですね、はい、というところで、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。